はい、こんにちは、ジェイクモです。今日からですね、ケトジェニックを始めたので、ケトジェニック中に食べられるとんかつの作り方をですね、紹介したいと思います。材料はですね、豚ロースですね、とんかつ用の肉っていうやつですね、おからパウダー、あとね、あの衣のサクサク感みたいな歯ごたえを出そうかなと思ってるんで、それをね、高野豆腐で、ちょっとね、これなんか細かくなってるやつをね、が売ってたんで、これ後でね、崩して使いたいと思います。あとは卵1個ですね。これを使って本日はですね、ケトジェニック中に、まあ、ケトジェニックってね、食べられるものは結構限られちゃうんですけど、まあ幸いね、油をかなり使っても大丈夫というか、むしろね、油を積極的に取らなきゃいけないということがあるので、とんかつをですね、作っていきたいと思います。ではね、早速やっていきたいと思います。まずはこの豚ロースの下ごしらえですね。でここに油がかなりあるんですけど、まあ、ケト中だからね、油取ってもいいんですけど、ちょっとね、この量だと、胃もたれするんで、これね、少し薄く削ぎます。まあ、このまま使っても全然問題ないんですけど、僕はですね、このぐらい、削いちゃいます。こんな感じで。この3枚ともね、全部やっちゃいます。まあ、うっすら残すみたいな感じで、やっていきましょう。油を削ぎ切りました。そしたらですね、ここの油の部分に筋があるので、まあ、よくね、ここのところにこういう風に切れ目を入れるって、縮まないようにしたりとかするんですけど、今日はね、ちょっとね、一口カツみたいな形でやっていきたいんで、まあ、一口でね、大体食べられるような大きさに切ってしまおうと思います。で、こうすればね、筋切りとかも特にいらないかなと思うんで、こんな感じで。このくらいの大きさですね。まあ自分の好きなサイズでいいと思うんで、まあもしね、このままの大きいサイズで作りたいっていう場合はですね、まあこのままやってもらって、こんな感じでね、油のところにこういう風な形で、こんな感じで筋切りをね、こんな感じでやってもらうといいと思います。まあこれはね、普通に切っちゃいます。これでとりあえず豚の下処理は完成です。はい、で次はですね、まあ、卵をつけていくんですけど、卵の前にね、小麦粉をまぶすみたいな形で、ちょっとね、これはもうポイしちゃいます。で、これのね、これをそのまんま、このね、バットじゃない、この発泡スチロールのやつをそのまま使って、この中にね、おからのパウダーを、まあ少し、まあそんなに使わないですね。おからパウダーにも、一応ね、糖質が入っているには入っているんですよ。ちょっと見づらいな。こんな感じでね、入ってるんですよ。100g あたり 6.6g。これがね、120g に対して、まあ使う量はね、まあ、たったこれだけなんで、何分の1、10分の1もいかないぐらいなんで、まあ、気にしなくていいと思います。10分の1だったとしてもね、約、まあ、最初からね、これをね、卵に混ぜてしまって、でつけるような形でもいいんですけど、今日はオーソドックスな形ので料理をしていこうかなと思うんで、こんな感じでね、小麦粉をつけるような形でやっていきたいと思います。はい、こんな感じで全部ね、付け終わりました。まあ、これを一回ここの上に置いてきますかね。次はですね、卵を溶いて、溶き卵につけて、衣になる高野豆腐をですね、つけていくんですけど、まあ、高野豆腐はね、まあ、このぐらいで足りるかな。もう、足りなかったら後で足せばいいんですけど、まあ、とりあえずね、こんなもん。で、これを、握力で、ね、ボリボリと、まあ、雑に、そんなに細かくしなくてもいいと思うんで、こういう、これをね、微
ニールに入れて揉んだ方が楽かもしれない。よし、まあこんな感じですね。ちょっとだいぶ粉っぽくなっちゃったんであれですけど、まあいいでしょう。この高野豆腐のね、カロリーじゃない、このね糖質を見てもらうと、炭水化物がこれ100と1袋 60g あたり、まあね糖質が0から4.1、ちょっとブレがあるけど、まあそんなもんですね。まあこれも全部は使わないんで、まあほぼゼロと言っても過言ではないでしょう。で次は卵をね、溶き卵にしていきます。で意外とねこれ知らない人がいるんですけど、このね卵の溶く時のコツっていうのがねあってね、よくねこうやってぐるぐる回しちゃう人がいるんですけど、これだと全然、まあ混ざるには混ざるんですけど、ここのこのね白身が切れないんですよ。なのでここをこういう風に縦にね、まあ横に動かすみたいな形でやると黄身が、黄身と白身がね早く混ざります。でさらにこれをね箸をこうやって広げてやると2倍の速度になるので、こうやってね箸を広げて縦に動かすっていうのが、これがね卵を溶く時のコツです。はい、綺麗に混ざりました。つけていきたいと思います。はい、でこれを入れて、まあここら辺はねそのまんまとんかつを作る時とほぼ同じですね。普通のとんかつ作りと大して変わらないです、この工程は。ちょっと足りなかったんで足します。もうこのままでいいや、潰さなくても、なんか潰さなくても大丈夫そうな感じはするんで。はい、こんな感じですね。はい、これだいぶ雑ですけど、はい。でね、こっから揚げていくんですけど、今日はね、フライパンを使って、そんなに油を使わないでね、結構、一回の油、揚げちゃうと、かなり、油使わなきゃなんないんで、ちょっとね、揚げ焼きみたいな形でやっていきたいと思います。で、今日使うのは、オリーブオイルの、ピュアオリーブオイルですね。オリーブオイルで、エクストラバージンとピュアオリーブオイルっていうのがあるんですけど、エクストラバージンはですね香りの成分とかいろいろ入ってて加熱に弱いんですよ。揚げ物とかに使っちゃうとね、煙とかが出たりとかして味の劣化とかもあるんで、ピュアオリーブオイル、この精製してね香りとかは全然ないんですけど、オリーブオイルのただの香りのないサラダ油みたいな感じなんですけど、まあ、成分的にはオリーブオイルなんで、これを使ってですね、揚げ物していきたいと思います。あとココナッツオイルとかもあるけど、ココナッツオイルとかね、こういうココナッツオイルとかもあるんですけど、ここら辺もね、確かね、熱に弱いんですよ。なので、あんまり揚げ物とかには向かないんで、あと MCT オイルもね、MCT オイルも熱に弱いんですよね、基本的には。なので、揚げ物にあんまり向かないっていうか、MCT オイルなんかね、調理に向かないんですよ、そもそもがね。なのでできればねオリーブオイルとかサラダ油とかね、こういう油、普通の油でやった方がいいと思います。いいかな。じゃあちょっと揚げていきます。ちょっと温度低かった。いっぺんに大量に入れちゃうと温度下がっちゃうんでね、まあ、3つぐらいがいいんじゃないかな。適度にひっくり返しながら揚げていきます。
通のとんかつとは違うんで、結構ね、そんなには色づきはしないんですけど、このぐらいのね、色でいいんじゃないかなと思います。まあ、この厚みとかもやってね、揚げるタイミングとかいろいろ変わってくるんで、それはちょっと見極めながらやってください。はい、揚げ上がりました。ケトンカツ完成です。でですね、これ応用すれば串カツとかもね、多分作れると思うんで、ぜひやってみてください。あとね、まあ、やってみてなんだけど、高野豆腐は別にいらないかもしれないですね。おからパウダーだけでも全然サクサクいけるような感じはしました。なので、まあ、好みでね、もっと歯ごたえが欲しいみたいな感じだったら、おからじゃない、高野豆腐とかもね、入れてみたりとかしてもらって、で、別にそこまで必要ないっていうんだったら、おからパウダーだけで仕上げてもらえればいいんじゃないかなと思います。じゃあね、早速食べていきましょう。で、早速食べていくんですけど、これをね、そのまんまソースとかかけちゃうと、ケト、台無しになってしまうんで、まあ、理想はね、塩コショウでね、あと、まあ、醤油なんかもね、数滴垂らすぐらい、これもね、一応糖質とかも入ってるんですけど、数滴垂らすぐらいだったら全然大丈夫だと思うんで、それでもいいんじゃないかなと思います。ただね、今日は塩コショウで食べていきたいと思います。で、まずコショウと塩ね。じゃあ、いただきたいと思います。いただきます。
意外と歯ごたえあっていいですよ。結構ね、結構やってるとギトギトしてなんか気持ち悪くなったりとかするんで、こういうような同じね油をたくさん取るって言ってもですね、こういう風にちょっと工夫してみてみると美味しく油が取れるかもしれません。ご飯ちょっと欲しくなるんですけど、まあ、ご飯は NG ですので、ね、はい、という感じでぜひ皆さんも挑戦してみてください。バイ。